帰り道すがら、いや重かった、重かったねっていう根津ね。根津って何って思ったけど、もうすごい、すごかった。すごいわ。恋愛成就とか全然もうそんなどうでもいいんですけどと思ってたけど。なんか久々にあんな重いのを経験したって今柳田さんがおっしゃってたから、これ番外編で、なんか他に記憶に残る重たさのある神社どこですかって聞いてたんですけど、そうです、とにかくね、一番重かった、今まで人生の中で一番重かったのが、靖国神社です。靖国神社、はい、あのね、ドロドロしてた。ちょうどお祭り前で、はあはあ、じゃあ活気がある時の数違うんです。お祭りで活気を出すんで、なんて邪気を払うんですよ。ああ、そういうことなんだ。だからお祭り前って一番邪気がこう、あ、そういうことなんだ、うん、なんかうるさいから一本入るか、はい、そう、へえ、あ、じゃあお祭りだからちょうど賑やかしくって、こうにぎにぎ明るい陽気、陽のパワーに溢れてる時じゃんと思うけど、うん、そうじゃないんだ。お祭りっていうのは本来は、うん、あのみんなの願い事が神社に集まるわけだ、うんうんうん、でそれが溜まってくわけだよ神社が。そうかそうか、そうか、それが悪いことになってくるけども、お祭りでよってその邪気をダーンと払っ て、 払って、また一からやり直しましょうっていう、そういう意味が込められてる。まあだってそうですよね、笛とか太鼓とかでこうワイ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 っていうので、だけど一番溜まってる時に、一番溜まってる時にちょうどあの近くのレコーディングがありまして、はいはい、靖国神社あるからちょっと行ってみたいって休憩時間に行ったのに、うんうん、したら、ね、俺入れなかったっていうか歩けなかったんだ、はいはい、そうやな、うん、これダメだって言って帰ってくるぐらいに思った。はあ、そう、あのお祭りはちょっとすごすぎて、でそれからもう一回行ったけど、うん、その時はね、うん、入り口からちゃんと入ったから、あ、大丈夫だった、徐々にこう体を慣らしていったんで、多分大丈夫だったと思うんだけど、あ、なるほど、入り方もやっぱだ、そうそう、入り方もあると思うんだ、どこから入ってったのね。え、でもそのなんか、うわ、ドロドロ嫌な思いみたいなんじゃなかったじゃないですか、ここはね、うんうん、うん、あ、よかったよかったよかった、ここは全然違います、うん、なんか重たさが、その空気の重たさっていうか、なんかその、うん、嫌な思いじゃなかったんですよね、別に、うわーってね、圧が、なんか圧がすごい来るみたいな、うん、なんか大丈夫かな、私たちこんなオカルトみたいな話してるけど、あんまりこういう話で分かってくれる人いないので、私も結構相性、うん、私あんまりそういうのよく分かってなかったんですけど、多分今思えば相性のいい神社だと、うんうん、すっごいテンションがあってこうバーンってパーンって上がるらしい、はい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 、スキップしてたりとかするらしいんですよ。そうなんだ。ダメだっていう時ってなんかすごくうーってなるんですよ、うんうん、で私それがね、それも多分時期が悪かったんでしょうね。花園神社、花園神社、はい、新宿の、はい、がダメだったんですよ。いや、私なんか芸能の神様って言われてるのに、私こんなに相性悪そうな感じで大丈夫かなって不安になるぐらい、なんかうーんってなったんですよ。そうそう、あそこはね、うん、俺も何回も行ってるけど、はい、時期が悪かったのかもしれないね。特にあっちの、あっちは稲荷さん、やっぱ稲荷さんのところが、うんうんうん、芸能に聞くところで、はい、やっぱお稲荷さんってそう言いますもんね、うん、芸能とかね、うん、あの速攻で聞くんだよ、お稲荷さんって、うん、で、あのお稲荷さんを皆さん来てくれるんだけど、うん、あそこのね、あそこはね、うん、演歌系が多いからね。あー、こう、こういう、だからこういう感じなんだよ。なるほどな。そう、ポップ系じゃないんだよ。あー、そっかそっか、うん、お前なんかギャン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 、うるせえ音楽ばっか奏で上がってこの野郎みたいな感じだったのかな。かもしれない。意外とね、そう演歌系に合うとこなんで。そう、なんか芸能のお仕事してるお友達とかがなんかみんなそこに行くし、コテカノも行こうよみたいな感じで、うん、みんななんか普通に行くんですけど、なんか私一緒に行ってもなんか、うん、あれって。でそれも多分ちょっと夕刻の遅い時間とかに行っちゃったし、まあ時間帯もあるかな。そうね、時間帯は絶対あるんだよ。うん、あるある、うん、遅くに行っちゃいけない。行っちゃいけない。そう、暗かったし、なんか工事中かなんかで、うん、本当になんかおね、祀ってらっしゃる神様たちがなんかこうハラハラ、なんか早く終わるよみたいな感じだったのかな、精神的にとか思いながら。そう。特にね、こてから敏感そうだから。なんかね、なんかあるんですよ。そう、うん。ダメとかダメじゃないか、なんかあるんですよね。うん、理由はわかんないけど。
でも今日は本当にどっちも2つとも、うん、あ3つ全部回ったらですか、はいはい、ともそのウェルカム感がすごくあったし、うん、で最後の根津も本当にこう空気がドシンってドシンってきた重いそう柔らかいところからこうどん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 こうディープな感じになってもうくぐるとわっっていうのがありましたね、うんうんうん、特にやっぱあのいなり入っていくぞっていう時とかすごかったなんか頭が痛くて俺はな、もう俺はね、いなりまあ大丈夫だったくぐってる途中は大丈夫だった最中は大丈夫なんですけど入るときね入るときと出た後かな、そうなんかでも重かったのは確かに、うん、もうまた早く行けみたいな感じのなんかもかそうだねいなりくぐってるときは逆に俺元気だったうん、私も元気だったキラキラ、感性がキラキラして、うん、そう、なんかその入る前にグダグダカメラが立ち上がらないとかやってたらすっごい頭痛くてごめんなさいごめんなさいごめんなさいみたいなカメラなんか回すなよって感じだから多分それだと思う早く行けお前みたいな感じだったんだと思ういや面白かったです、ね、よかったよという番外編はいえ逆にここめっちゃ気持ちよかったわここ気持ちよかった、うん、私はね京都の八坂神社でしたはあ、うん、どこかなもうピカピカもうピカピカそれこそスキップしたっていうのがそこだったあ本当もうなんかもうはーいおいでおいでって言われてるような感じだったんですで知らなかったんですけど後で聞くとその父と母が、うん、初めて出会っただかデートしただかの場所が八坂だったって聞いた、うん、そうなんだそうなんだじゃあ縁がある縁があったんでしょうねああん時の子供来たわみたいな感じだったんかなってあの時の二人の子供やわ、うん、よう来たよう来たみたいな感じだったんかなっていう俺ね諏訪大社かねどこにあるんですかそれあ長野県ああ長野県の諏訪大社っていう有名な神社があるんですけど、うんうん、そこかね鹿島神宮かどこにあるんですかそれ茨城どっちも行ってみたい鹿島神宮はね神様いるよ行ってみたい茨城車じゃないとちょっと行けないそうですね、うんうん、でも茨城なんか東京から、まあね、そうそう電車で行こうと思っても行けるすごいいいところ気に入るな、うん、であそこに鹿島神宮に、うん要石みたいな地震を抑えるあれ緩んでるみたいな。すいません、自信が多いんだよね。ちょっと締めに行って誰か。誰か締めに誰か締めて。なるほどな。いや面白かった。だきっと今回の期待してなかった根津のように、うん、根津神社さんのように、なんかお互いに、ね、そう言ってみたらうーわすげーみたいなのきっとあるでしょうね。ね今後も楽しみですね。探しましょう。はい。はい、ということで番外編でした。またねー。またねー誰かどこかなチャンネル登録よろしくお願いします。